緊張してるんですよ、こういう時は。さあフルマッチスタートしました。いや早いですよ、いきなりいきますね、シュート機、おお、いきなり抜けてチャンスになりましたけれども、ここはまずボールを奪いました、はい、田崎選手対大崎選手、19歳対21歳、まずは大崎選手がこうプレーの感覚を確かめながら徐々にじわじわ攻めいってる感じですね、はい、まあ、昨日練習選手たちはしたんですけれども、とはいえそこで初めてこの環境に触れたので、まだ慣れてないところも多いと思います、はい、あ、惜しい、お、ワンタッチパス、ジャエウから大森へ、またジャエウ、大森ファーサイド、大森いますが、わあ、うまい切り返しです、つけて落とした、これは井上慎吾、加藤、おお、梅津さん、ドリブルなんかも結構レベルの差とか技術力っていうのは違いがあるんですか？はい、そうですね、はい、ドリブルは、まあ、一つ違いの出せるところでもありますので、はい、そこで個人のスキルが出ると思います。どうだ、おー、いやー、オウンゴール、大崎選手先制、なんとオウンゴール、これは頭を抱えますね、おそらくキーパーにショートパスで返そうというプレーだったと思うんですけども、はい、そのまま入ってしまいました、ね、これはでもクリア難しいですよね。そうですね、まあ、クリアボタンでクリアするかっていうところですかね、まあ、思わぬ形で大崎選手先制しましたね、はい、驚きました、はい、まあ、でもあそこまでやっぱり攻め込んで、あのいいクロスを入れたことがゴールにつながったんだと思いますが、さて先制した大崎選手はこのリードをどう生かしながらゲームを運んでいくか、バーメルソン、渡辺コーター、そして田村、これ残りそうですね、うん、セーフティーですね。本当にでも梅さん、こういう環境、お客さんがたくさん入っている中でやることって、はい、まあ、まず基本的にはないじゃないですか、まあ、そうですね、こういう大会で勝つってメンタル相当求められますよね。そうですね、まあ、普段家でやっている環境とはかなり違いますので、はい、そこで、まあ、普段通りのプレーができるかというところですね、はい、抜けたぞ、どうだ、あ、いやー、止まってしまいましたね。さあ小池、大森が奪います、ジャエウ、東、うん、またジャエウ、おー、うまい、ディエゴ・リベイラ、ナイスキーパー、いやでも今の崩しはうまかったですね、崩しは見事に三角形作ってフィニッシュまで持ち込みましたけども、はい、これはナイスキーパーですね、さあ渡辺がコーナーキック、そう、コーナーのところに来てます、入れてきました、入れてきた、決まった、追いつきました、 FC 東京1対1、田崎選手見事、あ、ほっとしてますこれはでも守るのも難しいですね、これはちょっとノーチャンスかもしれないですね、いいボールが来ました、はい、素晴らしいボレーですね、アウトサイドボレーです、はい、いやここはね前半リードで終えれるかというところだったんですが、前半ラストプレーだったんです ね、 そうですね、すごいスタッツですね70% ベルディがポゼッションして、シュートゼロですけど1点取ってます、シュートゼロですが1点取っております、はい、やっぱりレベル高いですね、はい、さてこの一戦の勝者、そちらのチームが
まずこの第1戦ものにするということになります。このまま引き分けで終わると勝ち点1になるはいですか、ね、得失点差で FC 東京の方が上回るということですか。1勝1敗1分けだと引き分けになって両チーム勝ち点1になるという、はい、そうですよね、レギュレーションになると思います。あ、なるほど、はい、いやー惜しい、いやー、いいパスワークでしたけどもね、大崎選手。いやカバーが早いですね、田崎選手は。ワウメルソンから渡辺浩太リターン、これはパスコース読んでました。いいですよ、ここで取れれば。あ、奪った、バウメルソンからネマネコイッチ、おー、抜けた、スルーパス、バウメルソン決まったお、このドヤ顔、ドヤ顔いいですね何ですか、田崎選手なんかちょっといいキャラですね、テレビ慣れしてる感出してますけど素晴らしいゴールでした。このスルーパス見事でした。フィニッシュもちゃんと、いや見事、コントロールカーブで、大崎選手やりますね、やりますね、初シュートではないか、そうかですが、前半シュートゼロだったんですかね。ただ危ないですよ、アルトゥールシルバ抜けた、いやここは惜しい、最後もう一回パスも選択肢としてあるかなと思ったんですが、打ちましたね。それも今可能な状況だったんですね。そうでしたね。いやでも田崎選手崩しうまいですね。そうですね、3人目の動き使ってきますもんね、はい、さあここまで大崎選手1点リード、このまま逃げ切ればヴェルディの勝利ということになります。奈良はバウメルソン、ポゼッションは前半から高かったですから、だいぶ大崎選手はボールを動かすタイプのようです。パスが乱れても落ち着いてますね、はい、田崎選手は。うまい、さあどうする、落ち込んでいくか、どうする、シュート、ポスト、ポスト、惜しい、本人は狙い通りだったんでしょうけどね。そうですね、まあ、やはり能力が普段とは違うっていうところで若干の勝手の違いを感じてるかもしれないですね。そうかそうか、いつもだったらもうちょっと負けたりするのかもしれないですね。ところですね、うん、そうですね、そういう多少のズレがいつもとはちょっと感覚が違うのかもしれませんけれども、はい、まあ、それは同じ条件です。さあ、さあどうする、大森からジャエウ、通れば長い、長い、いやいや、なんとか耐えてますね、はい、大崎選手もちょっと苦笑いです。いやでもね、こういう運も味方につけてますね。背中に当たっても入りませんでしたからね。そうですね、これで入っちゃう時がありますからね、はい、昨日こういうゴール実際生まれてますから。そうですね、はい、さあ前半終了間際セットプレーでやられてますので、ここは大崎選手注意したいですよ。もうクリア、広まだありますよ、東、うん、打たずに大事に行きます。ユインス、長い、ナイスキーパー、リード保ってますね。田崎選手もうあと一歩というところまで何度も迫ってます、
ショートコーナー、はい、岡崎、さあ残り時間が少なくなってきています。逃げ切れるか、ベル、危ない、あ、怖い、怖い、危ない危ない、ちょっと後ろで回すのも、まあ、戦略の一つですが気をつけたいところですよ。時間も消費しようというポゼッションです、はい。さあ早く奪いたい田崎選手。おお、これはもうこれは時間を使いに行きます。時間を使いに来た。2分経ったぞ。おお、これ奪って終わった。勝ちました、ヴェルディ大崎選手。運も味方につけましたけど、田崎選手はね、ポストに何度か嫌われたり、そうですね、はい、ポストとあとキーパーのセーブと